リミスタはね結構えリミスタは今回は最後なんですけどあのな,なんていうのわかんないけどサイン会は多分まだあると思うこれからもっとねえ最後の いほ本当にサイン会はいいですよ。リミス楽しいよね。なんか。同い年です。大好きです。ありがとう。いいんだっすえ,あけえ、耳ちぎれた。怖い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 。怖い。なんか今日めっちゃ二人だよね。今日はね。 朝早く起きたから朝早く起きたから多分ねむくんでないからいつもねあのショールームいつもねあのショールームする前に寝ちゃうんですよね自分寝ちゃって寝起きであやばいと思って起きて今日ショールームしようと思ってたの忘れたと思って起きてやるからちょっとねあのなんだむくんじゃって目がいつもちょっとねあの うーんみたいなこんなこんな目でやってるんですけどえのんちゃん赤点取りましたあと4点とか取惜しいえけどえのん18点取ったことあるから大丈夫だよ <laughs> ベースメイク何使っ,てますかえっあのそう最近最近っていうかあのねみんな使ってて使ってるあのなんだっけ リリ,ベスリリベスを使い始めたの今日はね違うんですけどリリベス使い始めた最近ずっとリリベスレノもその T シャツ好きこれ可愛いよねめっちゃ好きてかフーズフーがめっちゃ好きなんですレノンって理系文系えもう本当に圧倒的文系です私は理系えちなみにね18点取ったのは あの物理です <laughs> 本当に無理なんですよねどうえなんかねあの話も聞いてなければホワイニーホワイニーって何だろう初めて聞いたん今日たまたま同じシーズてましたおいい最高ソロそう本当にね 私は理系となると全部外すからマジでびっくりするよ多分え点数低くけど文系はめっちゃできる髪の毛がすごいれいのちゃん髪の毛伸びるのめっちゃ早い今日髪の毛切りに行ってきたんだけどなわかるなんかねあのちょっと帽子をかぶってしまったから。 ちょっと分かるかなちょっと後ろ切ったんだけどな1センチしか切ってないからあれなんだけど,、ね、どうもちょっと前髪が邪魔だなそうまあ何センチかしか切ってないから <laughs> 1センチぐらいしか切ってないからえ短い言った <laughs> 気づいてくれた センチ誤誤差誤差か毛量少なく違うよほんとにごまかして生きてる毛量を毛量をごまかして生きてるめっちゃすいてもらっててほんとに毛量すごいよ毛量結構すごいよ誇れるぐらいの毛量がある。 いつかなんだ何だし,しだこれでこだしレノンちゃんのウルフ大好きありがとうそう毛量は大事ですからえ全然毛量渡すよ髪太くて毛量あるから毎朝髪の毛爆発しないちょっと待ってえ最近あの最近はねだいぶマシになってきたんですけど うんそう最近はあのなんだろう朝の髪の毛の広がりみたいなのがマシになってきたんですけどちょっとやばい最近でこだしあしようかなけどなんかねじ <laughs> ななんかねあのしたいのは山々なんですけど 配信があるるってなととさ台湾とかで配信めっちゃ嬉しいんだけど配信があるってなると残っちゃうからちょっと怖くてできない,いどうしよういつかいつかやるねでお話し会とかでやろうやろうかなへそ出すのとでこ出すのならどっちえっでこ出すじゃあへそだけは出せないお腹は一生出せません私は。 え本当にねお腹出しちゃう私やばくなる18歳になりましたお,お祝いしてほしいですさゆりちゃんおめでとうハッピーバースデーすういえばんサイン絶対来るちょっと本当にごめんえちょっと本当にこれだけ言わせてほしいえのねサインとかなんかさんとかさちょっとねあの <laughs>。 あのね本当にすいませんあのね自分ね <laughs> 本当に見落としがめっちゃ多くて最近本当にねなんか忘れ物とかもすごいしちゃうしあのなんかね見落としが多すぎてちょっとサイン会とかさなんか <laughs> なんかさめっちゃあの。 えなんか字間違えたりえそう夏みのやつとかをねすごいめっちゃ間違えてさ「勉強しないよ」なのに「勉強しない」って書いちゃってえちょっと待ってと思って <laughs> やばいと思ってえけどね見落としても後から確認がねちゃんとあるからもう全部ちゃんとなってるから大丈夫です安心してくださいこれだけが言いたかった。 本当にこれだけが言いたかった本当に安心して本当にすいませんあの安心して本当に安心して安心して本当に安心してほしいちょっとちょっとお香つけていい

ええちょっと切り抜きのえちょっと待って今めっちゃ汚いのに最悪終わった終わった終わった <laughs> ちょっと待って2二千九百9 7 5人見てくれてるんだけど最近 最近さあ掃除できてないんだよねえっけど別に何もないえっちょっと本当にどうしようえ <laughs> ちょっと本当にどうしようまあお願いだから忘れてほしいな お願いだから忘れてほしいえ違う話にいきましょういやーもうねー <laughs> あのー、あのー、なんか話しよう あ待ってなつきちゃん仕事終わったわ <laughs> 仕事終わったわカラオケ大会青のペンライト4本持ちでうちは持ってマラカスで盛り上げ隊長するえ待って最高すぎるこれ <laughs> すごいえちょっと絶対それは見つけるね絶対に見つけるね えなつきちゃん絶対に見つけるね <laughs> え、すごいすごいもうちょっと盛り上げたいしててほしいもうねちょっとね何歌うかねだん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 決めてきたからそうだん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 決めてきたからあのー、楽しみにしててね「激ヤバオタクするねいつもありがとう好き」えやった もう激ヤバじゃないよあの最高最高です逆に最高すぎるからちょっともうめちゃめちゃ盛り上がってほしい <laughs> めっちゃ盛り上がってほしい本当に,あり,、ね、本当にありがとうねお仕事お疲れ様本当にありがとう絶対に見つけるような好きちゃん楽しみにしててねあらいいかと思っちゃった ピアスみたいこれですえってかねそうすなんかねここここがねここここ3つ目がねあの閉じたんですよでほんとに何何年前何年前は言い過ぎ 半年前ぐらいにいや1年前ぐらいに閉じたと思ってた一番上のここがねなんか今日通したら開いてこれって何 <laughs> 今日ね通したら開いたんですここがなんか謎すぎて意味が分かんないんですけどなんで開いたのっていうトラガスね開けてたよ昔。 腫れてない晴れてるなんかあの閉じて開けて閉じて開けて繰り返してたらねちょっとおかしくなっちゃった耳がみんな今回おそろえ知ってる <laughs> 知ってる痛そうなんかね痛くないよあんまりみんなライブのエグザレットの映像耳見てたって言ってたえ イグザルトの時はねめっちゃね結構ねライオンと同じぐらいつけてるんあ食パンさんえー、食パンさんありがとうタワー食パンさん本当に前もねタワーありがとうね本当に食パンさんマジで。 ありがとう。おタワーを投げる前の記憶を。作詞。削除タワー。タワー投げる前の記憶。を、作 <laughs> 詞、なくしたわ。あ、そういうこと。<laughs> よかった。記憶なんてね、いずれなくなるものだからね。なくしていこう、どんどん。うん。そうだよ。記憶はいつかなくなるんで。 なくししていきましょうどん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 全部なくそうもううん本当にね職場さんありがとうもう <laughs> ちょっとねありがとう本当になくしたわそうそうよ記憶は あの、なんかすぐなくなるらしいよらしいよだから大丈夫らしいよだから「食パンさん大丈夫です」ねありがとう大好きだよ意味 <laughs> やからん今のなんかええ うん、明日のお見送りえそうお見送りお見送りですよ明日お見送りお見送りがありますえお見送りってどんな感じなんだろう見るもの時みたいな感じかな見るもののお見送りみたいな感じかなどうなんだろう 話せるえけどなんかあれみたいな感じだと思うなんえわ分かんないけどなんかあのここにあのちょっとなんか離れた感じのとこにあメンバーがわーって全員並んでて立ち止まらずにバイバイみたいな感じだと思うかなと思ってる勝手にこれで全然違ったらおもろい。 <laughs> どうするマジでなんか全然お見送りみたいなじゃなかったら立ち止まるの禁止また確かにレノンさんにキュンなのでキラキラ投げに来ましたえありがとう何このキラキラのやつえあれなな何なんだこれは何か変わったよねレノンちゃんに声かけてもいいのかなえ大丈夫だと思うよ全然。 全然大丈夫だと思うそれはああやはちゃんあやはちゃんありがとうたわえー、嬉しいほんとにねあやはちゃんありがとねめっちゃ嬉しいよきのこクマきのきのこクマ。明日楽しみピンク画のショートウルフだよレノン装備でいくね最高 え、待ってピンクのショートウルフ絶対可愛いえちょっとえなんかさあのステージがどんな感じか分かんないからさあのちゃんとちゃんとあのんなんだちゃんとあのお見送りの時にちゃんと見るね目に焼きつける絶対可愛いよえちょっと楽しみに 楽ししみにしとこうめちゃくちゃ色落ちしてるけどええー、けどねピンクの色落ちってさ可愛くないだから絶対いいよ絶対似合ってるよちょっと楽しみに待ってるねありがとうあやはちゃん大好きだよありがとう本当にお見送りでえもうめっちゃアピールしてほしい本当に <laughs> めっちゃアピールしてほしいみんなめっちゃアピールしてほしい 明日2階の最後列だけどれのちゃんの活躍しっかり見るやったえちょっと本当にあの一番さ一番あの見ててほしい競技言っていい一番見ててほしい競技あの一輪車一輪車じゃないわ <laughs> 三輪車そう三輪車を絶対 絶対に見てほしい一輪車やばすぎそう三輪車めっちゃ見ててほしいマジであのー、一輪車はないんだエグいわマジで三輪車は絶対にレノンのオッズ何倍え,えマジで一番人気が馬ぐらいある本当に ダメですよそれは違法になっちゃうんでねめっちゃ早いからマジであ本当にね昔からあのー、結構あの自転車乗るのうまくていや友達の中でも結構有名自転車乗るので結構有名ですよいやマジでけどね あのめっちゃタイヤ細いさあれあるじゃないですかあの自転車そうめっちゃタイヤ細い自転車に小6ぐらいの時乗っててロードバイクかなわかんないんですけどなんかめっちゃタイヤ細いのでめっちゃでかいのタイヤがでそれを乗ってたんですよね一時流行って。 そのないやつを乗っててめっちゃ調子乗ってめっちゃこいでたんですよ一生ねじゃあ <laughs> あの分かるかなあのさはいあのな,なんだ排水溝っていうの排水溝じゃないのあのなんかあるやんここのみ溝みたいな鉄板が置いてある溝みたいなあそうそうそれ それそれそれのちょっとさ鉄板がさあれのせいで地面と鉄板にちょっと段差あるやんそこの段差にねズズズズズズズっていってあのめっちゃスライディングしてあの大けがしました調子に乗りましたねそう調子にも調子にも自転車にも乗っちゃったっていうことでほんとに <laughs> 今下がったらやばいほんとにマジでね あの時間がやばいほど遅く見え動いたドドドドドドあれみたいなえマジ、まあね、走馬灯見えるってあんな感じなんかなってすごい思ったねめっちゃ走馬灯が見えるめっちゃ怖かった人生で一番怖かったかもしれないあれそう多分ね しかもなんか友達やってたら別になんかさまだまだなんかあ友達の前で生きったんだなってなるだけじゃないですかいや友達の前じゃなくて一人なんですよそれ一人で一人で勝手にそうめっちゃ爆速で立ちこぎとかしてウェイみたいな <laughs>。 ことをして一人で勝手にこけてもう血だらけなりながら帰ってけどなんか変なずっとね変なプライドがあってそれでね絶対に泣かないみたいなってすごい <laughs> そうそう何もなかったそう何もなかったになってたマジで、ね、めっちゃ怪我したよほんとに。ね 本当に今思うとめちゃめちゃガキじゃない、ね、ガキだよねめっちゃ思ったガキすぎないかっていう惚れちゃうこれで <laughs> やばいよ本当にただのクソガキエピソード自転車はめっちゃもう全然いてててんかさあのあのなんだこれ持つとこのカバーみたいなやつがボロボロになってただけ傷跡とね残って ないね残ってないな傷と残ってない今日のリップ何使ってるこれジュディ・ドールの04番えこれ本当にね冒頭でも言ったんですけどすごいこれ見て鉄チップじゃないのすごくないしかも これ一回塗ってもこれでついてくるの適量がすごいよこれマジでレノンちゃんってイエベブルベわかんないんですよね診断したことない何故だろうねけど別にねなんかピンクリップも似合わないしオレンジリップも似合わないから何もわかんないそう えそうプルプルになるよ結構スイカっぽい匂いするブルベかレノベ <laughs> あにニャンコ先生ありがとうタワーニャンコ先生ね昨日もありがとね本当ににニャンコ先生前もタワーも昨日の昨日のサイン会も本当にありがとね マジで嬉しい,よいや本当に感謝さえいけへんからツアー全公演きます待ってさらっとすごいこと言ってるよ <laughs> さらっとすごいこと言ってるけどえ来てくれる本当に最高すぎないええちょっとえ待ってるよ本当に全公演待ってるよ <laughs> えさらっととすごいこと言ってるよえもうねほんとにもう全然なもう何公演えもちょいに来てくれるだけで嬉しいほんとにえもうじゃあ全公演もうほんとに全力で待ってるほんとにねどれどの公演もねもう最高にね全部いい公演できるようにね頑張るからねもうちゃんとめちゃめちゃ楽しみにしててねえのもう楽しみに待ってるねにゃんこ先生ありがとう大好きだよ待ってるね ありがとう今年国試国試受けなきゃだからツアー厳しいいやもうね本当に頑張って頑張ってまたあるからこれからのイベント全部行きます本当にさらっとすごいこと言う「レノのコスメ中華率高いそう中華率高いわ」え確かに 中華コスメばっかかもなんか可愛くないカラオケレノンちゃんのうちを作っていくねやったーちょっと見つけるねちゃんとねえほんとにあスライムさんありがとうタワー明日は金髪でビブス来て全力で応援するぞ見つけてくれもう任して任して もうねビブス金髪の時点でわかるかもしれないほんとにえ結構ね派手髪センサーすごいからとスライムさん絶対わかる気がするビブスも着てくれてたら余計にわかる気がするそうほんとに派手髪センサーが動くマジで <laughs> あの派手髪にしたすぎて派手髪センサーついて <laughs> そうだからもう金髪は絶対にねわかるよちゃんと見るね ちゃんと見つけるからねスライムさんも見ててねちゃんと <laughs> 私の勇姿を見ててください <laughs> 絶対見つけるからね楽しみにしててねもう絶対に明日は楽しくなりますよ絶対に見つけますんで楽しみにしててよありがとうスライムさん大好きだよありがとうね派手紙に したい欲とけど黒髪好きよが <laughs> 戦ってるずっとけどいやそ戦ってる時に別に許可下りてないからできないよっていうのがボーンって上に上がってくるねそうなんかねけど派手髪はしたいかもしたいけれども けどなんか普通に黒髪も可愛いんですよね黒髪も可愛いからなどうしよう髪があるうちに染めたわけないそんな悲しいことは言わないで髪なくても染めれるよ大丈夫だよ黒髪も最高だし派手髪も似合う気しかしないですありがとう本当に え似合うかななんかねしたいごさんちゃんありがとうタワーありがとうごさんちゃんえー、嬉しい本当にうん金髪レノンちゃん絶対可愛いです激ぼれえー ちょろいから金髪にしたい欲が出てきたよ <laughs> ちょろいからそんなこと言われるとちょっと勝ってきた金髪にしたい欲が <laughs> ええしよっかな <laughs> こんな軽く決めれることじゃないけど <laughs> ええけどね <laughs> ちょろって言われて <laughs> ええけどねそんなごさんちゃんにそんなこと言われたらちょっとしたい欲が出てくるやん <laughs> ほんとにええどうしよう したいな <laughs> え。えじゃあさもうじゃちょっと金髪にした時はちゃんとちゃんと褒めてください <laughs> ごさんちゃんちゃんと褒めてねもし金髪にした時は <laughs> ちゃんと見て褒めてね <laughs> ちょっとたの楽しみにしててとかそんなかか気軽に言えないけどもし機会あったら楽しみにしてて <laughs> 本当に。 <laughs> ありがとうごさんちゃん本当にタワーまでありがとうね大好きだよ楽しみにしてていつかやる機会があれば絶対可愛い超褒めます9月30日お話から始めましてしますお待ってるね9月30しっかり待ってるからねおもう最高です初めましてもうしっかり楽しい時間を作りましょうありがとう そう許可がねそうなんですよいやーけどな金髪メイドでも金髪スーツも全部いいなあーそれはいいなそれいいな <laughs> ちょっといいなそれはけどメイドもスーツも届いたし あれでも17に浴衣か17に浴衣か金髪するできたらね許可が下りればね17浴衣24ショートメイド30スーツありがとう全部用意しましたよ 全部しましまたよ,よ,よメイドで機関銃機関銃ってどこに売ってんの <laughs> ええけどねえどんなメイドどんなメイドだと思います <laughs> どんなメイドだと思う結構えってかどんなメイドがいいもう買っちゃったけど <laughs> 買ってもう取り返しはつかないけれども どんなメイドがいいクラシックなメイド王道メイドクラシカルあーまあお楽しみにってことで <laughs> 戦闘メイド戦闘メイドってどんなんだクラシカル系かフリフリ系かだけ知りたいお楽しみにお楽しみに オーダーダメイド <laughs> ちょっとうまいこと言う <laughs> まあまあまあ、まあ、楽しみにしててください対面の服決めました対面の服ねあのいつだったっけな,なんかコンのね買いに行く約束をしたダイナーメイドってなんだダイナーって何ですか 三分とも今回も着替ええどうしようか迷ってるどうしようかなってけど買いに行ってくるよちゃんとなんかね服がね最近ねなんだろう冬物っていうん秋物になってから秋物冬物 になってからなんかあのー、てか夏服もなんですけどなんかいいのがなくて全く誰と買いに行くの?「ジュリーと買いに行く」って言っててワンちゃんもっともっと人増えるかもしれないってもうめちゃくちゃお洋服屋さん空秋譜に,になってるいやパーカー着たいんですけどいやーまだ暑いかなっていう。 まだ暑いかな最近冬のレノンちゃんの写真見て可愛さに悶絶してる冬服レノンちゃん楽しみえー、そう冬服ねもうほんとにの夏服より冬服の方が好きなんですよ普段どこのブランド行くのえけどフーズフーが大好きフーズフーか X ラージか X ガールかシーえけどね最近はねもう,もう通販ばっかノンコーデとか あと何だろうなど,どこで買うえいつもどこで買うんだろうええけどあのジュエティとかかわいい高いんですよ服高い <laughs> 服やばいフーあのハフとかもかわいいよねジーナシスもかわいいね 本当にいろんなね対面検定近くで行けなくて申し訳ない10月行くねいやもう本当にもういつもも本当にね来たいしこの日行けるなって思った時で全然いいよ待ってるからいつでもいつでも待ってるから本当に <laughs> ありがとう本当にねプレゼント解禁 そんなそんな贅沢ないいんですかっていう感じふうふうあ古着も好き古着も好きだな。 本当に早く始めましてしたい、どうやったらお話から緊張しないんですかえ、大丈夫だよ、大丈夫大丈夫あ、そう、ギャラリーの方、ギャラリーの方フザフギャラリーの方え、待って、ヘラって読むのかなヘラってやつめっちゃ可愛くないずっと思ってる、最近なんかさ、あの なんかどっかに行った時にその服屋さんあって中入ってえめっちゃ可愛いと思ってたら値段見て驚愕してスッて出た覚えがあるから <laughs> そうだからねいつかお金貯めて買おうって思ったいや本当にねお金貯めてねあのあれビビアンの服とか欲しい プレゼント解禁したら職場100均送るわなえちょっと欲しいけどね <laughs> 晴れなんだった変とか言ってたちょっと晴れか晴れかまあ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 そう晴れめっちゃいいよねけどさすがにね怖怖っと思ってあのすっとタグを中に戻して帰ったよ 本当にあの何に一番お金かけるえ何、ー、だろう何にお金かけるんだろうな、えー、いいけどなんかあんま服にはお金かけてないなメイクかないい別にそんな言うほど買ってない食品かな食に別にお金かけるかもしれないなんかさたまにさ な何かのご褒美とかでなんかうーと思いながらいやーと思いながら食べたらイチオシコスメかえけどねあのなんだこれあのあれ何だったっけな「パーフェクトパーフェクトダイアリー」 パーフェクトダイアリーのパウダーめっちゃいいよ。パーフェクトダイアリーのパウダーがめちゃめちゃいい。そういえば最近課金してる最近はねあのプロセクを開いてないからまだ課金はしてないけどなんか最近は漫画に漫画小説にめっちゃ課金してるかも。 そう最近ねまた小説にハマってそうずっと読んでるかなプルセガ好き香水香水もめっちゃ使ってるかも音毛そう小説何読むのなんかね最近ね仁木先生仁木先生なんかな仁木んて読むだろう 漢字の2に「木」「に先生」ってやつの小説を読んでめっちゃ面白かった普通におもろいそうえ違うなんかねこれの人間ないやつ普通の22期2期っていうのかなあれ2期多分そう なんですけどそれを読んだ黄色い表紙黄色いあれあそうそうそうありちゃんのやつおとぎ何やってたのえもうね何だったっけな何やってたっけなけど一番やってたのがプロセカでプロセカね本当にはまっててかなでかなで かなでちゃんが大好きだった本当に大好きってか本当にかなでめっちゃいいわと思いながら男の子がいる表紙なんかねうわ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 いて「会いますけね一回やった友達に勧められて一回友達に勧められてやったけどそのあの,あのプロセカン にちゃんとちゃんとなんかプロセガに移行しましたえバンドリとかね「ラブライブ!」とかねそうやってないんだよねそ2期生がタイトルだよあデレステの方かなやってたのは。 けどね、もうほぼ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 費やしてきたのは全部プロセカですプロセカばっかやってました「<laughs> ワールドイズマイン」だったっけあれがそ,うそもそもねあのボカロが大好きなんであのボカロばっかのやつがやりたくてプロセカだったな「アイナナちょっとやってたよ俺も。 ヒヒッッププママイイやってたヒップマイ好いまだにあー待って壮く君わかるめっちゃいい <laughs> めっちゃわかるねイコナイジェの音ゲーねパズルゲーム出るよねほんとにいいよマジでレノン時間大丈夫やばいかも壇上読みます13位レイちゃんありがとう 12位おくどかれたいみずき <laughs> くどきますありがとう11位ともさんありがとう10位みゆちゃんありがとう9位こうたさんありがとう8位ありゃちゃんありがとう7位ポンたろう、ありがとう6位しょくぱんさんありがとう本当にねタワーまでありがとうね ちょっとじゃあプレゼント OK になったら食パン100均送ってね <laughs> 絶対だよ <laughs> ありがとう5位ごさんちゃんありがとうごさんちゃんもねタワーまで本当にありがとうねもうちょっと金髪を <laughs> いつの日か何年後になるかわかんないけどあワンちゃんねコスプレとかでやるかもしれないけどちょっといつの日かの,あの金髪を待っててくださいで褒めてください <laughs> であの30日よろしくねありがとう 4位、なつきちゃんなつきちゃんもタワーまでありがとう本当にね。仕事終わったわありがとう本当に <laughs>。本当にね。本当にめっちゃ嬉しいよ。もうカラオケ大会もね、ちょっと4 <laughs> 本、4本待つって今思うとすごいね。ちょっと待ってるね、絶対に。絶対に見つけるからね。ありがとう !3 位、にゃんこ先生にゃんこ先生もタワーまでありがとうゃん生にね。昨日 のサイン会までありがとう。本当にね、めっちゃ嬉しいよ。もう、これからもずっと好きでいてね <laughs>。これからもずっと好きでいてね。ツアー <laughs> 本当に無理しない程度に全部待ってるよ <laughs>。ありがとう。にスライムさん。ありがとう、スライムさんもね、タワーまで、ね、本当にありがとうね。本当にに、あれ変わってない大丈夫びっくりした。本当にね、もう、 めっちゃね今ちょっと待って頭がおかしくなった今の一瞬でごめんもうん回いっていい2スライムさんありがとうホてタワーまでありがとう本当にごめんね <laughs> 本当にね明日の運動会もね運動会だよね <laughs> 明日の運動会もね本当に楽しみに待ってるからねもう絶対に分かるんでめっちゃ見つけるんでねあの私の勇姿をしっかりと目に焼き付けてください <laughs> ありがとう楽しみに待ってるね1位あやはちゃんあやはちゃん本当にねありがとうあやはちゃんもタワーまでありがとうね本当にめちゃめちゃ嬉しいよもうあやはちゃんもあれだピンクピンク髪ショートウルフありがとうこちらこそピンク髪ショートウルフを楽しみに待ってるんで 目に焼き付けます私は <laughs> 本当にねあやはちゃんもねしっかり見ててね <laughs> 本当に楽しみにしてるねありがとう本当に皆さんありがとうございますそうだよ三輪車三輪車レノン本当に一番見ててほしい一分前超く強いねいや私はね池袋です 明日楽しみもう本当に楽しみだよ明日あ風邪治ってよかったよかった本当によかったねもういっぱいいっぱいいっぱいニアジュに会える機会があるんで皆さん是非待ってるね全部ありがとうお疲れ様